シラス大地。シラス大地は、九州南部に、数多く分布する、火山噴出物からなる大地である。典型的な火砕流大地であり、格闘カルデラ、アタカルデラ、アイラカルデラ及び池田カルデラなどを起源とするシラスや、溶血業海岸などで構成される。鹿児島県本土の52%、宮崎県の16%の面積を占める。薩摩半島南部には、 南札大地、大隅半島中部には、大根じめ大地、笠野原、大地、ノイクラバルなど、比較的平坦で広い白ラ大地が分布する。薩摩半島中部には中札大地と総称される、大地群が、大隅半島北部から、鹿児島湾北部地域にかけては、総大地及び、姶良大地と総称される、大地群がそれぞれ分布しており、大地と谷が交錯した地形となっている。 中札大地の代表的なものとして、吉野大地、恋の原など、良大地の代表的なものとして、十三塚原、春山玄、菅原などがある。薩摩仙台市から薩摩町にかけての、川内川流域には、強小な大地群が散在する。白須大地の最上部は、大地面あるいは大地原面と呼ばれ、極めて平坦な地形となっている。大地面の高さは、カルデラや、 アタカルデラから離れるに従って緩やかに低くなる傾向が見られる。大地面はおおむね火砕流が堆積した直後の地形を表している。大地面のところどころには幅が広く浅い谷があり、大地面の円に断球、高位断球が見られる。谷底を常時流れる川はなく、シラス大地形成直後の布状洪水や大雨による一時的な洪水によって形成されたと考えられている。 シラス大地の塩部は落差20から100メートル程度の球街となっており、地元でホキあるいはホッと呼ばれるガリ地形が多く見られる。乾燥したシラスは、先段強度が高く球街でも比較的安定するが、水分を多く含むと強度が低下するため、大雨などによって崩壊しやすい。崖の下には、下肢段球、低位段球や、氾濫源からなる深い谷がある。 この谷は所々にくびれを持って細長い形状であり、最奥部は半円形を呈している。深い谷は常時水が流れる川の侵食によって形成されたと考えられている。九州南部では、先進予から後進予にかけて火砕流を伴う大規模な噴火が繰り返されてきた。白須台地は、主として三十三万年前に格闘カルデラから、 噴出した格闘火砕流、11万年前に、アタカルデラから噴出したアタカ砕流、2万5千年前に、アイラカルデラから噴出したイリトカ砕流、5500年前に、池田カルデラから噴出した池田コテフラによって作られた。格闘火砕流、アタカ砕流、イリトカ砕流は、広い範囲に、溶血業海岸の地層を残した。特にイリトカ砕流の堆積物は、 最も広く分布しており、層の厚い場所が多くシラス大地を特徴づけるものとなっている。これらの地層に加えて、機械カ,カルデラから噴出した赤ホヤや、桜島、霧島山、海門岳などから噴出した新規火山灰が積み重なっている。シラス大地の内部構造は、ほぼ全体がシラスからなる、笠の原型、シラスと溶血業海岸が互いに層をなす十三、塚原型。 厚い溶結業海岸層の上に薄い火山埋層が重なる南冊大地型に分類される。最も一般的な笠の原型、白須大地は笠野原大地をはじめとする大隅半島中部の大地群や薩摩半島中部から北部に分布する大地群がこれに相当する。十三塚原型白須大地は姉良大地と総称される十三塚原、春山玄。 須川源などや薩摩半島中部の高月川中流域にある大地がこれに相当する。南札大地型シラス大地は、アタカルデラの溶血業界岩を基盤とする南札大地や大根締め大地などが相当する。シラス大地の上に降った雨は速やかに地中に浸透するため大地上には川や故障などの水源がほとんどない。一方、 白須大地の周辺部には三千二百五十カ所に上る湧水が確認されており、特に大隅半島北部を流れる日下川流域には千百箇カ所もの湧水がある。湧水の場所は、笠野原形では谷底近くのみ、十三塚原型では谷底に加えて、溶血業海岸の境界層付近にも見られる。湧水に恵まれた低地は、弥生時代から水田として利用されてきたが、 水源の乏しいシラス大地の上は中世に至るまで開発が進まなかった。大地上の開発は近世以降、特にサツマイモが栽培されるようになってから急速に進展し、大豆、油菜、おかぼ、あわ、そば、麦なども栽培されるようになった。特にサツマイモ、大豆、油菜はそれぞれ炭水化物、タンパク質、脂肪の三大栄養素を受け持ち、 シラス大地の三大作物と呼ばれるほどに普及した。農民による開発に加えて武士による開発も盛んに行われ、飢饉が発生した地域から大地上への移住がしばしば行われた。開発においては水の確保が課題であり、特に傘の原型、シラス大地においては深い井戸を掘ったり馬で水を運び上げなければならなかった。他の方のシラス大地においても水源は限られており、 水の運搬や水利券の調整などの苦労があった。明治維新以降は大規模な開発が行われるようになり、第二次世界大戦後にはダムなどの水源を利用した灌漑も行き渡るようになった。商品性の低い大豆や油菜に変えて、大根、人参、キャベツなどの野菜や茶などが栽培されるようになった。白須大地の崖は容易に掘削することができるため多くのホラー穴。 釜やトンネルが作られた。ホラー穴は食料の貯蔵、農具の保管、炭焼き、仏道、防空壕などに利用されてきた。トンネルは用水路として利用され、地元では抜き、抜き、ぬと呼ばれる。白砂市場は台風の影響を受けやすく、中心市街地から離れており、水源も少なかったことから、かつては住宅地として不向きとされていた。しかしながら、 昭和30年代以降は、家屋の強度が高くなり、自家用車や浄水道が普及したことから開発が始められた。1965年、昭和40年に完成した鹿児島市の支原団地を川切りに住宅地として利用れるようになった。白洲大地が分布する地域は、江戸時代以前において、薩摩藩の領地と重なっており、この特殊な地形が、 薩摩藩の独自性を醸成する素地になったと考えられている。白須大地へ登る旧坂は、薩摩藩の豪中教育における登山鍛錬の場として利用された。白須大地の中には山城として利用されたものも多い。大地を囲む旧街が防壁の役割を果たすことに加え、中世以前においては不毛の大地上に道がなく、 平を進めることが困難という側面もあった。代表的な山城として、地覧城、鉱山城、渋市城がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。